あなた運がいいんだって。プロレス詳しい先生に見ていただきたいです。元スピードで国会議員の今井絵理子さんの難聴の息子さん今井ライム君がプロレスラーになりました。今井ライム君は成功するでしょうか、見ていただけたら幸いですということですね。はい、ありがとうございます。僕全く知らなかったですね。これ全く知らなかったです。というかもうそもそもプロレスラーどうこうより今井絵理子さんにこんな大きな、息子さんがいたことがそもそも知らなかったですね。ライム君、まあこれレイム君にしか読めないですけどね。これはその本名なんですかね、それともプロレスのリングネームなんですかね。それがちょっとわかんないんですけども、まあ初めてこのニュース聞きましたね。まあプロレスってね、まあ団体が山ほどあるので、どこでもね、正直言っちゃ悪いんですけど、昔ほどですね、デビューが難しくないんですよ。はい。あ、本名なんですね。なるほど、本名なんですね。なんかちょっと、少しキラキラネームですね。はい、マリナルとかね、なんかそういうのに比べたらマシですけども、まあそのね、こんな年の、息子さんがいたの知らなかったですけども、はい、まあライム君ね、プロレスラー、まあせっかく来たんでね、まあたまにはね、なんかその犯罪者とかですね、なんか、事件のばっかり見ててもね、ちょっと良くないので、こういうのも、見ていきましょう。今井、いたいた。いつどこのプロレスになってるかな。ちょっと、あ、これかな。あ、まだ若いんですね。どれなの、今井ライム。あ、でもデビューはちょっとウィキペディア見てみましょうか。先にウィキペディア見ましょう。はい。これですね。はい、今井ライム。2004年、平成16年、10月18日生まれってことですね。日本のプロレスラーということですね。母は今井絵理子。父稲子ライダーなんですね。あ、そうなんです。全然知らなかったな。のミュージシャン、翔吾。なるほどね。先天性、難聴と書いてますね。この彼ですね。まあ、感想枠後で見るして、17歳なんですね。はい。17歳はすごい若いですね。まあプロレスラーのデビューね、若いのは今で言うと、最年少はもう誰か分かんないですね。前も今日もねフワちゃんの動画で言いましたけども、小学生でね、もうそれも本当にこれはエンターテインメントというかもう劇ですけども、なんか小学校4年生5年生ぐらいですね、それこそ僕が見に行った DDT でプロレスしてた女の子いたんですよね。はい、小学生レスラーみたいな、お笑い作りのためだけですね、いたんで、もうそういうのを言い出すと、もうデビューがね、昔は船木さんがですね、最年少で、その後、中島、勝彦くんですね、勝彦くんが、最年少だったんですけど、もう今はですね、そう、小学生レスラーとかが出てて、そのプロレスしてたんで、もうそこら辺がもうあやふやになってますね。僕が見たその小学生のね、女の子もピョーンって飛んで、大人のレスラーがわざと受けてくれる。はい。感じで、まあ、あんま、攻撃はあんま受けない感じでですね。はい。で、うまいことこう、全部大人がですね、大人のレスラーがやられてくれるみたいな感じで、まあ、ショーですよ、ショー。エンターテインメントなんで、まあ、今日のね、3時間の配信でも誰かチャットで書かれてましたけども、まあ、ダンスと変わんないです、ダンスと。ダンスだって
他の人を触ったりとかですね、他の人を持ち上げたりとかするでしょ。シンクロのペアとかも、シンクロかな、違うか、フィギュアスケートか、フィギュアスケートのペアみたいな技あるじゃないですか。男性が女性を持ち上げたりとか、はい、あれと一緒で、もう そこの小学生がやってるプロレスっていうのはですね、まあ、ほぼそんな感じでした。飛んで大人が受け止めてくれてみたいな、はい、その小学生の子はダメージ受けないみたいな感じの。ツイッターフォローしてね。ショーですね。うん、そうそう、ダンスと一緒です。はい。だから今の最年少はですね、ほぼそうそう、ミゼットプロレスってね、その山田さんが言ってくれたんですけど、多分今はね、日本とかあんまないんですけども、ミゼットっていうですね、小人ショーっていうんですかね。はい。が、まあ、メキシコとかはですね、はい、そういうのがありまして、ミゼットプロレスっていうのがありましてね。うん、ものすごいちっちゃい子、選手、が普通のプロレスラーと一緒に出るんですよね。うん。はい。だからあれはなんかもう、そういう変な団体にね、なんか人種差別だみたいなこと言って叩かれるんで、まあ、亡くなっていったんですけども、なんでまあ、そうそう、要するに、ほぼダンスですね。うん、怪我させたらダメなんで、もう余計問題になりますからね。小学生とか、デビューさして、怪我させたら、もう、さらにプロレスって、もともとあんま儲からなくってですね、虐げられてる、まあ、エンタメの方側なのに、さらに叩かれますから、そうなんですよね。まあ、で、これね、ライム君、まあ、また身長伸びるかもしれませんけど、今で167キロっていうことですけども、そもそもですね、もともと昔はまあ新日本プロレスとか、全日本プロレスとか、メジャー団体しかなかったんで、まあそこら辺でもですね、まあ身長の規定がありまして、はい、もう本当180、180センチなかったらですね、まあそのデビューが、できなかったんで、はい、でも今は団体がですね、山ほどあるんでですね、こう身長が低くてもですね、デビューできるようになったんで、昔だったら、このライム君はですね、正直デビューができてなかったんですよ。うん、もう身長の、検査っていうかですね、審査で、まず、アウトになるんですよ。だからまあ、履歴書送った時点で落とされるってやつですね。まあ佐山悟さん、なんか初代タイガーマスクですね。佐山悟さんとかはですね、まあ、身長173、交渉ですよ。交渉173ってなってるんですけども、それでもですね、新日本プロレスに入った時にですね、猪木に怒られたという話がある。新馬さんっていうね、人が、佐山さんを入れたんですけども、ちっちゃいレスラー入れるなって言ってですね、怒られたぐらいなんで、要するに173センチでも怒られてるんで、まあ、566だったらもう、昔だったら絶対もうその時点でアウトですね。はい。なんでまあ、そこはね、今はあんま関係ないのと、まあ、正直ね、今井絵理子さんと、この、稲子ライダーの方の、まあ、息子さんっていう、まあ、ネームバリューは、ちょっとあったのかもしれませんね。そう、新馬久志が正しかったですね。まあ、佐山さんは天才だったんでね。そうですね、プロレスリングヒートアップ、まあ、要するに、まあ、むちゃくちゃメジャー団体じゃないところですね。で、入門したところですね。で、スクワット500。まあ、今でもプロテスト、まあ、ちゃんとね、こういう、縄跳び5分、スクワット500回、腕立て50回3セット、腹筋50回3セット、背筋50回3セット、セットプロテスト5。まあ、多分ね、そのテスト自体もですね、ちょっと、まあまあ、そこまで厳しくないですね。はい。昔のプロレスのテストに比べてだいぶ優しい方ですね。今でも多分新日本180センチ以上やったと思うんですよね。いや、だいぶプロレスの、試験としてはこれでも緩い方なんですよ。はい。まあ、これは全然良いですね。で、まあ、デビューもされてるんですね。12月7日。
後楽園と、うん、まあまあちゃんと、はい、うん、荒井健一郎ですね。もともとドラゴンゲートに、うん、まだいいのかな、うん、荒健ですね。はい、まあやってみたいですね。まだだから若いんで、17歳でそんなに得意技もエルボーと、スーパーキックしか書いてないので、まあ、そこまでまあまあまだ、まあデビューしたてですからね。うん、だからまあ未だにまあこれ成功するかどうかなんですけども、はい、ちょっと見ていきましょうか彼の、うん、彼のね感想を見ていきましょう。どんな感じかね、うん、火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。どれがいいかな、うん、やっぱりね、まあこのリクエストですけどもかちょっとね若いっすね。はい、あの正直やっぱ17歳なんで、若い、ちょっと若いですね。うん、あのだってこれね、もうやっぱ子供ですからね、正直、うん、まだ清いですよ。はい、清い、うん、林さん、林さんピアス、ピアス、うん、そう、幼い、体も全くできてないんで、はい、体も全くできてないですね。うん、こう、正直彼ぐらいだったらですね、3年ぐらい前かな、ビルドアップしまくってる僕の方がまだごつかったですからね。はいはい、マジで僕昔むっちゃ鍛えてた時ありまして、はい、この彼の体だったらですね、素人の僕の方がまだごつい時があったんで、ちょっとまだですね、まあ、幼いですね。はい、あ、お母さん似てるんですね。お母さんあんま僕わかんないですけど、うん、だからまあまあ今はゆっくりね練習していって、なんかまだまあ可愛らしいですよね。うん、まだ可愛らしいですし、はい、ちょっとですね、そう、あどけないし、うん、その今んとこ悪いのあんまないですよ。まあ可愛らしい感じですよね。まあ大体ですね、もうちょっと年取ってから、正直、メンソーとかですね、見るんで、まあ普通の、まあ、純朴。はい。まあ髪型とかも含めてね、純朴な、青年ですね。うん。だから正直ですね、ユタボン君とかですね、が珍しいんですよ。うん、ユタボン君とかが、中2ですか ?14 とか15ですかで、あんな風になるっていうのは珍しいんですよ。うん。でも、偉いと思いますけどね、そう、ユタボン君と違ってですね、まあ自分で努力してですね、プロテストを、にね、合格して、鍛えて、合格して、うん、これからやっていくっていうんで、うん、全然ですね、正直ね、リクエスト成功するかどうかですけど、これは、まあ当たり前の話ですけども、こっから先、はい、まあどっちにも転べますね。転びます。うん、もちろん、成功することもありますし、失敗することもある。ただ、それはいいことだと思うんですよね。うん、例えば、ユタボン君だったらもう僕は薄いと思うんですよ。うん、もう中2の時点でね、こっからの、成功は薄いと思うんですよね。なぜっていうのはですね、まあもう努力をすることとかをやっぱもう覚えてないんで、親でね、なんか嘘をつくこととかですね、人から、人を騙してお金を取ることとかを、特にもう悪いと思ってないんで、はい、そこがですね、一番、大事な部分ですね。努力できる、できないっていう部分です。うん。それはね、どんな人間でも先は、失敗か成功 50%50% で分かんないっていうのは当たり前なんですけども、ただですね、ああいう感じになってると、もう 50%50% じゃないんですよ。うん、努力する癖がないんで、はい。で、嘘をつくのが、当たり前になってるじゃないですか。ね、これこれさんの電話とかですね。詐欺師の報告は気づこうかいまで。
不登校人や会ってないのに会ったとかですね、はあ、ああいう風に若い時から嘘をつく、逃れる、はい、甘い方向に、すぐ行くっていう癖がついてたらですね、もう努力ができない人間になるんですよ。はい、でもこの、ね、今井ライム君の場合はですね、まあお父さんも有名人、お母さんも有名人なのに、まあ本当だったらですね、まあバンドマンとかはできそうじゃないですか。お父さんはね、稲子ライダーで、お母さんもスピードなんで、まあそこら辺のコネを使ったらですね、まあ音楽のプロデューサーとかですね、ミュージシャンとか知ってるんで、はい、そっち方面はね、ちょっと優遇していけたはずですけども、うん、そういうのを、そういう方面に行かずにですね、まあ、自分で、プロレス、うん、やってね、体鍛えてですね、ちゃんとプロレスの、テストを受けて、受かってプロレスラーになってるわけです。だからその努力、うん、努力をすることがですね、ちゃんとあるんで、うん、できるんでね、偉いと思いますよ。そうそうです。まあ、難聴でもね、耳悪くてもミュージシャンとかやってる人いるんですよ。まあ、昔言うと誰でしたっけ、バッハでした。バッハとかだからもう耳聞こえなくて、ベートーベンでしたっけ、耳一切聞こえてないのに、ね、曲作ってる人もいましたから。そうそうそう。まあ、そこら辺は、はい。ねえ、なんだかんだその、もちろんね、ハンデとかあると思うんですけども、とにかくまあそっちの方面にね、行かずに、まあ、自分で、ちゃんとね、しんどい道に行く。プロレスってやっぱむちゃくちゃしんどいんですよ。はい。で、正直ですね、まあ、あと成功っていうか、お金がついてくるプロレスラーって一部なんですよ。これはその、プロレス業界がね、そんな儲かる業界じゃないんで、新日本、まあ、今まで言うともう新日本プロレス一択。前も言いましたけども、新日本プロレスに入ったらですね、まあまあお金もらえますけど、他だったら成功してもあんまり、その、他の業界よりは、お金とかがついてこない、業界なんですよ。これ、正直ね。だから、彼は偉いと思いますけどね。そうそう。これ、僕も彼のこと初めて知りましたけども。はい、まあ、まだね、若いので。でも、若いっていうのは、まあ、無限の可能性があるんでね。はい。そして、自分で努力ができる。っていうのは、素晴らしいことなんで、ぜひ成功してほしいですね。なんでまあ、そこら辺は、はい、頑張ってほしいと思いますね。偉いですよ。非常にね。まあ、こっから、まだまだね、若い。プロレスラーってね、正直まあ、ハンデあっても成功してる選手とかね、はい、いるんで、そうですね。ちょっとね、これを機に、プロレスラーで言うと、ちょっと出てこないな。悩み相談はマカロンまで。プロレスラーは、まあまあ、そこそこね、その、ハンデを背負ってても、まあ、成功してる、レスラーっていうのが、まあ、世の中いるんで、ちょっとね、ごめんなさい、今、その、ちょっと出てこなかったんで、ちょっと待ってくださいね。写真あるかも。少しお待ちを。ライム君もね、ちょっとハンデがあるみたいなんですけども、ちょっと頑張ってほしいんでね、これですね。これがですね、ザック・ゴーエンっていうですね、選手なんですよね。これ、まあ、海外のレスラーなんですけども、昔全日本プロレスに上がってたんですよ。はい。まあ、この写真で見て分かれるですね、このザック・ゴーエン選手っては、片足なんですよ。はい。でもこれでもですね、片足でも、全日本プロレスとか、日本のプロレス団体に来てですね、有名っていうかですね、
なってですね、ちょっと写真あるかな。こんな飛び技とかできるんですよ。はい。やっぱりね、片足っていうのはかなりハンデなんですよ、プロレスで言うとね。これとかも、これ相手、スワマですね。はい、スワマ選手ですね。要するに、片足で飛んでですね、片足で蹴るわけですよ。はい。これはもう相当な、運動神経じゃないと無理ですからね。はい。これがザック・ゴーエンっていう選手ですね。マジですごい飛び技するんで、努力でですね、こういう風に、できる選手もいるんでね。これが、これ多分武藤さんですね。で、これムーンサウトプレスって言ってですね、このコーナーから、回転してですね、この、リングの、これ誰かな？ヤッシーかな？これブラザーヤッシーかもしれませんね。これ後楽園ですね。会場後楽園です、多分。これコーナーからですね、一回転してですね、この、彼にの上に落ちる技なんですけども、これをですね、片足でやろうとする。まあ、両足でもできないですからね。はい。これを片足でできる、彼っていうのはすごいですよ。はい。ということでね。林さん、ナイファイアス。林さん、ナイファイアス。はい。ということで、ハンデを持って、プロレスやってですね、もう成功してる、選手もいるんでね。ぜひね、この、今井、ライム選手、はい、は、成功してほしいですね。本日のテーマのような話から、悩み相談、疑問、質問、意見など、何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと、占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。記事公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。Twitter はチャンネル最新情報、Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。